こんばんは。俺はまだ働く。という感じです。Thank you.
ルミリさん、こんばんは、はじめまして。薄く音楽の時間。そうですね。今、どちらが残っておられるのですか。ちょっと落ち着きすぎましたね。もう今はちょっとこう仕事の疲れを利用して落ち着いた音楽を作るんですよ。でもなんかもうやっぱり落ち着きすぎてますね。あ、労働って名前しますね。今日は久しぶりに労働を意識したんですよ。うん。
を作ろうという感じですけど、曲を作ろうと見せかけて曲を弾こう、いつもの流れですね。ここで自分の予想外の行動をすることで自分がちょっと違う状態に入れるんです。自分が思いもよらないことをするというのが健康にいいんですよね、この場合。クーガの技法という曲です。
然ダメだわ。なんか最近はなんかいいメロディーの案みたいなのはないんですよね。まあないから鍵盤ライフをやるんですよね。のは意味があるんだろうな。
なんか、なんかいい世界を作りたかったですね。わーいっていう曲名にしようと思ったんですけど、わーいっていう曲名はすでに使ってしまって、それもなんか、大して印象に残ってない曲に使っちゃった。あ、それでいいんですけどね。それは。だから、わーいは使えないんで。こんばんは、働いてるの？これは、鍵盤ライフですね。働いてましたよ。もちろんです。こういう数字の羅列とかもちゃんと意味を取ってるんですよ。これは偶然だけど、この数字が並ぶ理由があったわけなんで、大事なんですよね。こんな感じですね。曲名を何にしようか。